会社名とお名前お願いします。サーフボードエージェンシーの谷口と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらで扱っているブランドを教えてください。はい。サーフボードエージェンシーでは、アロハだったりサーフボードで行くとアロハ、マッコイ、チリ、ステイシーだとかかなりブランド多いんですけど、その中でも、今日ちょっと、紹介したのはミック・ファニングソフトボードっていうところで、これは去年から、発売されたところになるんですけれども、ソフトボードの中でも、構造がかなり変わっていって、中身がサーフボードが入っていて最後にソフト加工しているっていうような形なので、適当にスポンジでサーフボードを作りましたっていうものではなくて、中のサーフボードをしっかりアクシェイパーっていう、マシンを使ってデータを取ってサーフボードを最後サンディングまでした後にソフト加工してるっていうのが今までのソフトボードとは全然違うところになってます。違いますね。はい。で、その特徴の2つ目がこう FCS2 プラグ、今年からフューチャープラグもあるんですけども、FCS2 プラグがきっちりつらい位置で入ってきているので、まあ、硬いフィンでもつけてもらってしっかりターンもできるっていう。ボトムはソフト、ボトムもソフト加工、そうですね。なってますね。はい、ボトムもソフト加工なってるけれど、ここフィン辛い位置です。辛い位置です。はい、すごい。で今年は新たに DHD っていうダレンハンドレーとのコラボで、ミックファニングソフトボードから出てきましたので、でその中のツインっていうこれはモデルなんですけども、ちょっとチャンネルなんかも入ったりしているところとがあるので、かなりコンパクトに。ターンとかもできるっていうモデルになってます。ボドムサーフっていう、まあ、デッキパッチだったりリーシュコードサーフアクセサリーだとか、あと、まあ、ソフトボードもあるんですけども、はい、ソフトボードについては同じほぼ同じ構造なんですけどワックスがいりませんよっていうところと、でビジュアルだけじゃなくてかなりものづくりもしっかりしているブランドになっていて、まあ、リーシュコードなんかは内側のところは、はい、ここも外れにくい、かなり硬くなったりだとか、でシリコンがついているので滑らないようになってたりだとか、でリーシュコードってポリウレタンで作られていることが多いんですけれども、このリーシュについてはポリプロピレンという素材を使ってます。それを使うことによって、まあ、柔らかいだとか軽いだとかっていうところで、まあ、絡まりにくくなったりだとか、このベースのところもすごく長くできているので、短いとやっぱすぐ絡んじゃうんですけど、長くして絡まりづらくしているとか、ものづくりもビジュアルだけじゃなくてものづくりもしっかりしているブランドなので、ぜひよろしくお願いします。ちょっと素敵なブランド見つけたぞっていう感じですね。、はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。